そろそろか？通り過ぎたか？なかなかのピンポイントで探すのって難しいんじゃん。一番上後ろ、このポイントぐらい。オッケーオッケーオッケだよ、また重いじゃん。
おー、来るね。ふくらはぎに来るわよ。よいしょ。よいしょ。あ、疲れた。ちょっと行っちゃった。はい、疲れた。もういい。もういいぞ。もう綺麗な。すごい綺麗。尺投げだらけやな。この辺ちょっと捜索休憩しようか。うん、ちょっと休憩しよう。休憩、捜索して捜索。でもなんかあんまり生えてるような雰囲気もないけどな。すごいなこれ。あった？岩鏡か。岩鏡。おちんとってな。岩鏡があるけどな。あんまり履いてる雰囲気がないけどな。でもこんな感じやんな、次のこの木が。行ってた。あ、岩鏡が。あ、あった。あった？これや。はい、ちょっと待ってきます。なんでピンクなんやろ。なんやったか、なんかどっかの、だから、どっかの人形、珍しい。うん、
ごいピンクで珍しい。すごい。マッシュルームだったね。とってもてます。じゃあ。もりもり。ほぼ同じ場所。この太い等高線と細い等高線の間、うんうん、今多分ちょうどそこにいてるはず。もうちょい下げちゃう。これ今細いというか。このここちゃうの？もっとこのピークに沿いじゃん。ここ。だからこれとこれ、もうこの辺や。そう。もうこの辺や。なんかまさに。もう数メートル先なのかもしれへんよ、わからんけど。でももっとピーク手前にもあるってことちゃうの？それ今の。今のこれはこれここの写真。こっちか。そう。だから印で撮ってて、この辺やね、これとこれの間やから。うん、まさに今。だからこれが多分一個あるから、葉っぱ自体がその葉っぱだから。じゃあ。これ以上行くと行き過ぎてる感じやで。今の場所から言うとやけど。でも全然やな。岩かがんばっかりやな。時間帯とかはあるもんなの？こう朝とか、あんまり関係ないのかな。でもここ群生地やで、岩鏡のこの辺であるんじゃん。5時11分、うん、朝に咲いてたら絶対その時間あるから。岩鏡ばっかりやな。群生地が終わります。まあでもそこも群生地ちゃう、それ。なかったな。みんな岩鏡や。こんなんめっちゃピンクやけど、この岩鏡。うん、いっぱい咲いてる。
ピークこれ。なんもないけどな。ここは沢谷の頭。何も書いてない。11時57分です。沢谷の頭。はい。うん。あやさん行ってしもたな。わからんと。ああ。なんか写す？写真撮る？遅か？スクショ。スクショ？何も書いてへんしな、ここ。うん。もしもーし。あれ？どこや？下にいる。了解。今ピーク過ぎてんで、あやさん。そう。降りてきて途中でね、なんか沢谷の頭すぐそこっていう。なんか石が。ちょ、押した。それよりも花やな。押さなくていいそうです。じゃあ。すぐそこって印あるのにピーク。ピーク書いてないな、ここな。ピークは書いてません。ピークは書いてません。よいしょ。写真、景色だけ。いっぱい咲いてるな、ほんまな。よいしょ。もう行き過ぎてるからいいね。こういうことは多々ありやから。うん？パ？あ、それ？あ、ほんまや。ほんまや。これは。矢印だけ。なあ。よう見つけたな。上手に撮るね。すぐそこって言って、すぐそこじゃなくて、もうここが沢谷の頭ってちょっと作っといてくれりゃいいのに。こっちから来る人少ないやのにな。よいしょ。ここにも書いてあるわ。行けまして、
なかったね、最後の最後の目的。俺見たかったわ、あれ見たことないから。難しいのかな。他どういう山に咲いてん、どこに咲いてんやろ。タマ？カマガタケ？え？カマガタケ？大きいのそれって。岩鏡のフリフリと思ってたけどね。桂木さんの登りを思い出すよ根っこのあれやけど、結構登らん、あれ上までいかんなんのこれ。マジっすか。なんでや、よいしょ。よいしょ。おお、鎌ヶ岳がかっこよく出てきましたね。よいしょ。おお、すごい。ええな、しんどい。よいしょ。
はあ、なら降りたら分岐のところ。そうやな、そうやな。頑張るしかないな。わあ、めんめき、まあ、もう言葉にならんわ。めっちゃ。6000になる？どうせすぐ、もうすぐやろ。そういうことか。やっぱり下りでやられんねんな。うわあ。開始でございます。直通で行く、直通で直通で行くか。うん、これは来るね。うん、そっちの方が楽やわ、あやさん、多分。めっちゃ登らんな。すごい。疲れたね。またもうちょっとあるんだよね。そう、ロキソニン飲む。分岐が分岐のとこ。12時23分。
ボイガールよいしょとこでございます。うん、分岐ね、戻ってきましたね、12時25分、沢谷峠沢谷危ないですよ、気をつけて。すごいえぐれてるよなこれ。気をつけてよ、上へ上がれる？危ない箇所あります。よいしょ、何が？味噌素材。そこからも行けると思う。うん、行ける行ける。
下から行ける？ここ左上がれるけど。下そこな。あるわ。うん。すまます。いや、もうそのまま、まっすぐまっすぐ行けへん？無理？もっとやらなあかん、ね、だってスケートまず10時間やらなあかんね毎日だいぶ降りてきましたよ、はあ、時間が13時丸2分ですね、はあ、6時間半まあまあやな、まあまあかかってんな、さすいやいやそうじゃなくて、やっぱなんだかんだ距離があんねんで ああもうトンネル、うん、これもこっから降りれんじゃん、ここ降りますけど、ここで降りますか、うん、ちょ降ります、うん、大丈夫ですか足ゆっくり降りたら
激下りやけど。早いのは早い。普段はこんなん得意やね。あるある、完全道になってるよこれ。ザレザレザレ。あったら行くけどな。よいしょ。だいぶショートカットした。そうする？よかった。そう、あれは、歩いてもらうと。痛い。もうちょっとや。待ってね、ちょっと。ちょっと厳しくなってた、あの急激下りで。咲いてなかったんですか。これまた、これ同じ林道、ちっちゃいな。ちっちゃいな、ほんででも下に来るほど。すごい日が当たるから。できました。13時まだ8分ですね。こっち側も置けねえな、こっち側朝置いてなかったよな。向こう側を追ってくれる、もうあの駐車場前はここで待っておきます。もう足が壊れたみたい。
取りに行ってこっちへ車持ってきますよ。距離稼ぐために歩いて、歩いてね。ここ GPS 飛ばへん、トンネルって。あ、多分飛ぶ。もうその辺日陰で待っとって。めっちゃ涼しい。駐車場の方、トンネル抜けまして、駐車場の方へ戻ってきました。今が13時15分です。お疲れ様でした。あとはまた綾を迎えに行きます。馬越岳に登りたいと思います。一緒にちょっと登ることがありまして、好きで。おー、綺麗に撮ってるやん。降ります。どうした。あ、滋賀県の山に見えてあるよね。あの、腰掛けれるぞ。どうなってるかな。下うわ、急に急登が出てる。すごい。沢谷峠。沢谷エンマジで勝てんだそうです。まだ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 。沢谷の頭すぐそこっていう。